それでは EK9 の市場インプレッションいってみたいと思います。結構ね、スパルタンな EK9 です。後期モデルになりまして、外装は CVS のフロントバンパーにスプーンのリアウィングが、入って、まあ、軽量の FRP の、 あのダクト付きのボンネットが入っていると、いった感じの仕様ですね。でホイールは、リガマスターの15インチ、入っていて、まあ、なかなかね、こう綺麗に、まとめた EK9 だなっていう感じですかね。で、駅間に5次元、エアクリーナー100式自動車、マフラー無限、なんていう感じで入ってますね。まあ、あの給排気系なんかも一通りやってるような、感じの車ですね。足はですね、ちょっと車高調入ってるんですけど、メーカーはちょっと、わからないんですが、一応、ローダウンしてる感じですね。で、まあ、なんといってもね、2名乗車公認と、いうことで、まあ、サイトロールゲージの6点式のですね、ロールゲージが入って、リアシートなんか取っ払われてます。意外と乗り心地いいですね。もっと跳ねるかと思いましたけども、結構普通に乗れる。エンジンミッションマウントは強化タイプに変わっているので、まあ、室内にはね、それなりに振動は、入ってきますね。まあ、クラッチ、社外品 OS 技研かな、クラッチと軽量のフライホイール入ってますけども、扱いは全然しづらくないですね。でミッションなんかはあの全然スコ、入る感じです。でまあ結構内装こう綺麗な状態を維持してる感じでして、まあ普通にこの運転席座ってる分にはですね、なんかその、まあ、ほんとどんがらであのレシュンカみたいな感じっていう、そんな感じの雰囲気は全然ないですね。LSD 入ってるんですけど、全然なんか引っかかりがあるような感じはないですね。まあ入れるデフオイルによっても変わってくるのであれですけども、まあ現状はね、全然なんか引っかかりはない感じ。乗りやすいですね。足もしなやかなんで、結構これサクトなんかでもちゃんとグリップしてくれそうな感じですね。ピョピョ跳ねちゃうような感じはないですね。でエアコンの方は、どうしてもエンジンミッションマウント変わってるんで振動は大きいですけどね、なかなか乗りやすい感じです。以上、シビックの試乗インプレッションでした。